5回はクラスの継承を扱いたいと思います。これまでクラスはこのようにヒューマンというクラスを作り、そしてプロパティとして軸はこのようなプロパティと このようなプロパティとメソッドを持つクラスを宣言することができました。継承という機能を使うと、ヒューマンという親クラスを持つマンという子クラスを作ることができます。関係を書きますと、親クラスはヒューマンとなり、子クラスはマンとなります。同じように、今度はウーマンというクラス、親クラスをヒューマンとします。このようにすれば、親クラスはヒューマン、子クラスはウーマンというようなこのような機能をつけることができます。さらにその子供のクラスを作ることもできます。クラス、太郎という名前の、今度はマンを親クラスとした太郎というクラスを作ることもできます。こうなると親クラスはマンとなり、子クラスは太郎となります。同じ要領で、クラス、花子という名前のクラス、親クラスはウーマンとします。こうすると、関係は、親クラスはウーマン、子クラスは花子となります。このようにクラスを親子関係で受け継がせていくことができる。これがクラスの継承という方法です。では実際にこれを扱うときにどんな動き方をするのかということも見ていきたいと思います。まずはじめにヒューマンクラスをインスタンス化してみましょう。ヒューマンイコールヒューマン。45行目でヒューマンクラスをインスタンス化させています。ヒューマンのインスタンスはこのような2つのプロパティと2つのメソッドを持っています。名前はヒューマンとし、ナンバーは0とします。そしてヒューマン中ではメソッドが呼ばれたときにはマイネームイズネームとします。こちらのメソッドの場合はマイナンバーイズマイナンバーとします。こうすればヒューマンコールマイネーム、またヒューマンコールマイナンバーナンバーとすればデバッグコンソールにマイネームイズヒューマンマイナンバーイズゼロ、このように出力される。これは普通の方法です。では、今度はヒューマンクラスを継承したマン
というクラスをインスタンス化して挙動を見てみましょう。マンの中では中身はプロパティもメソッドも何もない状態、空っぽの状態になっています。しかし、マンドットとするとこのように2つのプロパティと2つのメソッドがにアクセスすることができるのがわかります。マンというクラスではこうしたプロパティやメソッドは定義していませんでしたが、親クラスヒューマンでこれら4つのプロパティとメソッドが実装されていましたので、このように親クラスから継承したものとしてメソッドやプロパティを扱えるということがわかります。名前はマン。マイナンバーは1とする。この状態でコールマイネーム、そしてコールマイナンバーとすれば、マイネームイズマン、マイナンバーイズ1とのようにして、親クラスで定義されていたプロパティやまたメソッドというものにアクセスし取得することができているということが見て取ることができます。メソッドにはオーバーライドという機能もあります。つまり親クラスから継承したメソッドを子クラスの方で再定義することができるという機能です。オーバーライドという予約語をファンクの前に書きます。 My name is name となっていたところを I am name と、そうするとさっきと違って I am man というメソッドが呼ばれていることもわかります。メソッドをオーバーライドし、子クラスの方で親クラスから受け継いだメソッドを再定義することによって、子クラスの側のメソッドが呼ばれているということがわかります。同じように、ウーマンクラスでもコールマイネームをオーバーライドします。ウーマン。ウーマンクラスをインスタンス化します。ドットネームウーマン。アイナンバーは2とします。ウーマンコールマイネームウーマンコールマイナンバーとすれば、I am Uman. My number is 2と出力されています。やはりメソッドが Uman クラス側でオーバーライドされていますので、I am Uman. このメソッドが呼ばれます。もしこの行をコメントアウトすれば、今度は親クラスの My name is というこちらのメソッドが呼ばれます。このようにして親クラスのメソッドを子クラスは呼び出すこともできれば、子クラスの側でメソッドを上書きするオーバーライドという方法で再定義することもできるようになります。これがクラスの継承の基本的な使い方です。クラスの継承というものを効果的に使うことができれば、同じような機能を持つクラスを一つ一つ定義しなければいけないっていう、そうした手間を省き、必要なクラスの中のメソッドやプロパティっていうものを受け継がせながら効果的に開発することができるようになります。